こんにちは。もうがっかりだよ。まあそう言うなよ。怪我もあるがな。がっかりだよっていう。まあな。そうですよ。まあ今日はですね、まあ、前半終わりまして、豊さんが見て、もうちょっと頑張れたでしょっていう選手をちょっと上げて。いや、みんな頑張ってんだよ。もちろんです、もちろんです。頑張ってるんだけど、うん、いやいや、お前の数字じゃないよっていうようなね、選手だよね。叱咤激励をということです。あの、別に批判するとかではないです。まあ、批判になってるけどね。いやいや、頑張れよって期待が高かったってことですよね。まあまあもちろんそうだ、ね、はいはい、でまずは豊さん挙げていただきました、はい、ヤクルト、はい、村上選手、いや三冠王でしょ、はい、うん、だから数字的にはやっぱもう全然物足りないよね、うんうん、でも彼のいいところってやっぱポイントポイントでは打点を取って勝利打点につながってるんだよね、はい、だから数字ほど悪いっていう感じはないんだけど、うん、結果はね、だけどみんなが期待してる、期待に応えられてないというね、はい、まあ、そういうところが、まあ、しんどいだろうけども応えられる精神的なスタミナも、ね、持ち合わせてる男だから、はい、だからちょっと物足りなかったよね。そうですね、なんか勝負どころでの去年だとここで一発が出てたっていうところで、うん、なかなか出なかった、出ない、まあ三振も多かったしな、多かったですね、ああだからそういう意味ではまあちょっともっと頑張らないとって、うんね、後半戦、はい、そうですね、あと塩見だよ、あ、まあ、塩見選手そうですね、怪我、ヤクルトはね、はい、まあ、怪我だからしょうがないんだけど、うん、塩見が大好きな選手でさ。あれなんていうの、一番にいたら全然雰囲気が変わるんだけどね、うん、ヤクルトの打線がもうあの活気づくというか、そうそう、ザ一番っていう感じですよね。でも怪我するのも、うん、自分のどっかに隙があったんじゃないかっていうことを、うん、やっぱちょっと考えてほしいな。あ、そこですね、選手の責任っていう意味で、そうそうそう、はい、巨人丸選手、はい、丸な、はい、丸の数字じゃ全くないよね、うん、やっぱこうスタートから外されるとかさ、はい、そんな選手じゃないと思うんだよ、うん、それがやっぱこうスタートできないとかさ、はい、スタートしても打てない、まあ、確かに春先は悪いっていう風に、うん、そうやって思って見てたけどいつまで経っても上がらない、はい、だからここら辺はやっぱちょっと計算外だったな。そうですよね、うん、本来ならばね、あの全試合スタメンでっていう、スタメンでね、はい、もう折り返し地点ではもう15本ぐらいのホームラン、うん、もう打てるぐらいの選手だからね、はい、だからまあそういう意味ではちょっと物足りないかなっていう感じはするよね。ですよね、はい、あとピッチャーで菅野投手、菅野な、はい、まあ、確かに故障箇所が故障箇所だけにさ無理はさせられないけども、はい、エースとしてはね、うん、開幕に名前がないっていうのはさ、うん、辛いしな。そうですね、でもまあ戻ってきてさすがのピッチングを見せてくれてるけども、うん、やっぱ春先からいてくれたらなって思うよ ね、 そうですね、順位的には全然変わってくるよなって思うよね。そうですよね、うん、まあ、これからだよね。ここからですね、はい、菅野投手、はい、さあ阪神、まずは佐藤輝明選手、まあ、佐藤輝はな、うん、まあ、みんなに言われてるだろうけどもな、はい、ああいうチャンスでの三振、うん、やっぱこうちょっとモチベーションがガクッと下がるよね、見てる方がね、はい、なんとかならんかいと言いたくなるよね、はい、まあ、あのファンの中ではとは言ってもまだ3年目なんだよっていうファンの方もいれば、いやいやっていうもちろん選手も、まあ、責任があるし、それだけ経験を積ましてるからね、うん、球団はね。そうですね、1年目から、うん、だからもっと責任を持ってやってもらわなきゃ困るというね。もうちょっとあの今年は成績は上がっていくんじゃないかなって予想を豊さん持ってたってことですね。まあ、もちろんだよね、うん、やっぱ3年目の成長って感じたいよね、はい、見ててね。そうですね、うん、で監督も変わってポジションも固定になったので、そう、もっとやりやすいと思うんだけどもね、うんうん、あとはピッチャーでいうとこの青柳投手、ああ前半悪かったな。そうですね、序盤から崩れるっていう、こんなピッチャーじゃないんだけどね、はい、だけどやっぱ対策という風に左をずらっと並べられてっていうようなこともあったしね、はい、前半フォアボールが多すぎたよね。フォアボールを絡んで1本出て大量点になるとか、立ち上がりも本当に悪かったよね、はい、まあ、やっぱこう青柳がねいるともっと楽だったろうしな、阪神は。そうですよね、まあ、これからだよね。そうですね、前半 の、 あのちょうど終わりで上がってきたので、まあ、DeNA に勝ってね、はい、その時は無四球で投げ切ってるから、はい、これからだな。そうですね、はい、あと同じピッチャーで言えば西勇輝投手、西な、はい、あれだけコントロールがいいピッチャーがやっぱ打ち込まれるっていうことは、うん、なんだろう、老化なのかね。
あ、まあ、でもって感じるんだよね。年齢的なこともあるでしょうし、うん、で切れもなくしてる、痛打される、うん、計算通りに打たしていくピッチャーが、うん、計算通りに打たれてるというな。そうなんだ、あの1イニングで大量失点だったりとか、そうそうそう、今まで見られなかったような、うん、らしくないな、はい、だからまあ調子を取り戻さないとね、早くね、後半戦、ね、そうですね、はい、やっぱりあの青木投手、西投手がいないとやっぱり後半戦あれに向かっては、ね、苦しくなってきますもんね、うん、さあカープ、まあ、坂倉選手、はい、坂倉いかんぞ今やっとね来ましたけど、めちゃくちゃ期待してる選手なんだよ。そうですよね。で、まあ、確かにキャッチャーとしてやっぱこう専属になってね、はい、ある程度そのバッティングに影響してくるかなって思ったんだよね、うん、その通りやないかいやそれじゃいかんやろってそうですね、いやいや、いくらあれでもお前のバッティングはねしろみたいな、はい、でもここのとこやっとできてきたんだよ。よかったまあ、まあそれだけやっぱキャッチャーとしての負担っていうのは大きかったんだろうけどさ、うん、俺はなんかすごい左バッターとして最高のバッターじゃないかと思うぐらいのバッターだったから、うん、あんな、ね、数字を残されたんじゃ困るみたいな、何があっても武士としては打席に立って打てって、うん、ここにも武士がいいんですね、前川選手とよまあおるないますね。去年あれだけのバッティングの良さを残してて、今年そのキャッチャーに専念ってなった途端、やることがたくさんあるんだやっぱ。あ、だからまあ大変だとは思うけどね、はい、まあ、やっとなんかここに来て、うん、彼らしいバッティングが随所に見られるようになったから、はい、これから上がっていって、うん、大城とおそらく今年はベストナインの争いになるかもわからないけども、はい、サードやってたらさ、村上はいる、岡本はいるで、うん、ね、全くタイトルには縁がなかったけど、はい、今年はチャンスだからね、うんうん、ここから、うん、ここから頑張らないと。そうですよね、はい、で出せますよ。そうですよね、はい、でようやく頑張らないと出てきたのが小園選手。ないやっとね、どこ行ってたんだいみたいな本当です、本当子供の身長みたいな打率しか残してないけど今まだね、もうできるやろって、もっとそうですよね、やらんかいって、自分のチームだと思って引っ張らんかいみたいな。ですよ、そんな感じがするよね。あの今年前半ポジション田中、ね、康介選手に、まあ、ね、あの上本とかね、はい、いろいろ新井監督が回してるけども、うん、基本小園がレギュラーじゃないとダメだよ、はい、そのぐらい頑張らないと、うん、ね、本当に小園おじさんね、出番少なかったですよ今年。リサちゃんも悲しんでるよね。本当ですよね、頑張ってほしいですよねご家族のためにも。本当だよ、子供かわいいそうですよね、本当子小園に似てんだよね。あ、そう、子供に似てるじゃなくてお父さんに似てるとかじゃなくてですか。あ、だからお父さんに似てる。そうですよね、子供に似てるって言うんですよね。そうそうそう。さあ DeNA、はい、浜口投手、浜ちゃん、浜ちゃん、まあ、かもう勝てないんだよ、うん、浜ちゃんが勝てたら楽だもん。もあの順位、あの周囲をずっと言ってますよね。そう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 、うん、まあ立ち上がりだけなんだけどな、ずっと言ってますよね、うん、立ち上がりをスーッと立ち上がれたら、はい、大体5、6回までは安定して投げれるんだけどな、はい、立ち上がり意識しちゃってもとっちらかっちゃうからな。いや、あの1回2回3回までの間ですよね。そうだから浜口はもう今年頑張らないと給料上がる時はないよ。今年はいい成績チームも上げるから、はい、ね、こういう時に活躍した選手が給料上がるからチャンスですね。そう、もう奥さんはさ、はい、あの解説ブースに挨拶に来てくれて。あ、そうなんですか。ここでね。あ、そうなんですね。これあんまり言わない方がいいのかな。そうかもしれないですね、まあ、でも奥さんいい子でさ、はい、ね、幸せにしてやれよお前、勝ってそうですね、本当に給料アップしてほしいですね。 そうそうそう、はい、そしてオースティン選手。オースティンどこ行ったみたいな、うん、これ毎年お前交流戦だけで契約してるわけじゃないぞって本当ですよね。いや本当にさ、オースティンがいるかいないかでは相手ベンチが脅威だから、はい、だからいないんだもん。いないですね、毎年。でもホームでホームラン打ったってお前、そう、ファームで打つために契約してないっつうの大型金額ですから。そう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 、だからまあ上がってこいよ早くみたいな。そうですね、そんな感じだよね。まあ、あのきっとチームが苦しい時に上がってきてやってくれると思うんですけど。まあまあそうだな、まあそしたら許すけどね。そうですね、そしたらあのチャラということにしていただきたいですね、はい、さあそして最後、はい、中日。これ中日やら一括りです。もう軍団だよ、軍団軍団出てこいこの出た、アルモンテ、カリーノ、アキーノ、どこへ。何やっとんだお前。あ、そういえば
は痛ねになってしまってるんですよ今。トリオだよトリオカルテット4人か。あ、そうか、あ、一時期ビシエドも入ってたんで。ビシエドがあんまり出したよ今ね。ようやくお前日本大好きだからもう剣を切られたくないんだよお前。ようやくね、そう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 、キャジャン下がりましたけど頑張ってますもんね。ただこの助っ人3人軍団トリプル軍団はどうしましょう。どうしましょう。誰か一人でもねいれば。アキーノの当たった時のあの飛距離っていうのは魅力だけどな、はいはい、でも外野でポロッとするしな。そうなんですよ。アルモンテはね出戻りですよね。アルモンテはなんか前にいたから、はい、挨拶回りで忙しいからえ、まだまたお世話になります。ちょっと前半戦終わったのに。頼むよ本当、働けよお前本当に。あともう一人カリステです。カリステ、うん、カリステな、うん、まあ、カリステはなんか成長しそうな気はするけどね。どんなところに。いやいやいや、内野できるしさ。あ、そうですね、内野できる。そうです、そうです、そうです。悪くは俺はないと思うんだよね、うん、教え方によっちゃね、はい、だけどもうみんなタグ組んで、うん、あずまり言ってんじゃないか。今度来たカリステです。カリステとアキーノです。アキーノです。よろしくお願いしますみたいな。前半戦そのうち帰るんだ。そのうち戻っちゃうんですか。だって頼むよ、やってくれみたいな。後半戦ね、本当チームが苦しい時でもちょっと活躍してくれたらなって。もう無理だよ、もういらないよ。もうチームが形作られてるから余計なストレスはもう入れない。だったら例えば鵜飼選手とかそういった若手の選手を使っていくっていう。その方がいいね。なんぼか。じゃあこの助っ人軍団は軍団で終わっちゃいそうな感じです。蛍の光で。ああ、切ないですね。いやもうそれはしょうがないよ、働かないんだもん。美味しいものも覚えたと思うよ。そうですね、食べ物はね、うん、そうですけれどもね。いやちょっとね、叱咤激励という意味でこんなはずじゃなかった。まあこれから、うん、これから期待できる選手ばっかりだから。そうですよね、うん、ぜひね後半戦こういった選手たちがチームの原動力になって頑張っていってほしいなと、うん、まあそうだね、はい、思います。はい。